ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧の皆さん、ありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。本日は後期2677年、平成29年11月13日月曜日です。ここは東京新宿駅南口改札前です。ただいま午後4時10分を少々回ったところです。言論の自由と公正なる報道を街頭で訴え続けております。政治団体君の会、長谷川隆です。さて、いよいよ特別国会が始まります。残念ながらここに来て少々私も期待しておったんですが、希望の党に若干今となっては希望が絶望なのか、またまたそそっかしい党なのか分かりません。明日には共同代表の玉木氏が希望の党の役員人事を小池さんからね、一任されたとおっしゃってましたので、明日の夜にはもう決まるんでしょう。しかしここに来てこの度のこの共同代表の選挙にあたっては、党所属の国会議員53人のうち玉木氏には39票、それから大串氏には14票という票が入りました。そしてここで問題なのは、こんにちは、なんと大串氏は、彼は希望の党から立候補するにあたって安全保障の関連法を容認すると、そして憲法を改正議論を始める、その約束で希望の党の結党の趣旨に賛同して入党し当選した。さらに当選の後には安全保障構成について集団的自衛権を含む安保法制を容認しないという全く党の当初の方針とは真逆のことを言い出しました。そしてその大串に対して14人の議員が投票したのです。大串氏はそれで憲法改正は不要だと。ここで問題なのは、衆議院選挙に立候補するにあたってのご自身の
方針、考え方、安全保障についての考え方を嘘をついて立候補したということです。これでは私は選挙による私たちの大切な議会制民主主義、この選挙による議会制民主主義、これが成り立ちません。明らかにこれは私たちの社会に対しての冒涜です。私はここで申し上げたいのは、この裏切り者の彼らに対して、その考え方がいかん、憲法、安全保障、これらの問題について賛成しないから悪いと私は言っているのではないのです。それはかねがね私が申し上げているように、さまざまな考え方があって結構だと思います。その中で議論をして、また選挙をして、国会を開いて、そして法律を制定して、私たちの平和国家は、民主主義国家は成り立っているのです。しかるに選挙に立候補するにあたっての方針と当選後の方針が真逆であるならば、これは私たち選挙が成り立ちません。これは明らかに私たちの民主主義に対する冒涜です。故にこの大串氏をはじめ14名の国会議員は直ちに辞職せねばなりません。これは私たち日本に対しての、日本国民に対しての冒涜です。断じてこれを許すわけにいかないのです。もちろん私は共産党や左派の人たちについていろいろ意見もあります。また考え方も違います。しかし、さまざまな考えがあっての私たちの国家です。これを武力を用いたり弾圧してはなりません。法の範囲での、法律の範囲での行動であるならば、それは共に議論し合って容認しなければなりません。しかし、この裏切った大串国会議員含め14名については、断じて許すわけにいきません。私は個人的に恨みがあるわけでもない、考え方が違うからといって非難してるのでもない。立候補する前と当選した後では全く真逆のことを言うから、これは成り立たないと言ってるのです。どうしても考え方が変わった、これはありますよね、皆さんね。右派の人が左派に転向した人、また左派の人が右派に転向した人、それはさまざまあります。であるならば、今国会議員を辞職し、次の選挙に自分の考え方を堂々と表明し、もう一度立候補し選挙に臨まなければ、そして当選した暁には
ご自身の方向に従って、考え方に従って行動すればよろしいのです。決して希望の党の大串氏をはじめこの14名については断じて許すわけにはいきません。残念ながら国家に対する冒涜、これだけは容認するわけにいきません。現在においては日本共産党も武力による革命を、武力による政権奪還を描いてはいないように感じます。まあ残念ながらね、その本意は分かりませんが、ぜひ議会制民主主義、この国家においてこの手法、この法に基づいて国会に参加していただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。